これで今燃やしてるのにワンチャン人工かな。で燃やしてるならですね。うん、フラフラだけですね。いいことをしたけんが。あ、もう今日は多分六マルは近く近く。近く ファーストフィッシュ。ほらほら、横筋スペーダイ。おお、でかい。うまそう。今日はジッキングをちょっとした後に、今発音悪かったな。ジッキングをした後に吹き流しっていう仕掛けで魚を狙ってみようと思います。あ、水抜き忘れた。こんな仕掛けですね。吹き流し。これにエビをつける。エビをしっかり入れて投入。うわ、これ釣れそう。よっしゃ、行ってらっしゃい。頑張れよ。うわうわ、そっち、うーわうーわうーわう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 わシュシュッカバーイダバベチャバチュ。おお、マダイだ、マダイ。うわ、インサイズ。よっしゃやったぜ。いいマダイ釣れちゃった。すげえ。やったぜ。すごいね、釣れるんだね。よっしゃ、吹き流し最強だ。うわ、すげえ。いきなりガーンって入ってたからね。ちょっと待ってる間ジギングしようかなとか思ってたら、よっしゃ、これ電動と組み合わせたら最強だな。おいしそう。やったぜ。すごいビコビコ言ってるよ。おお。お、なんか食い上げてるよ。なんか来てる。なんか来てるね。なんか来てるけど多分サバじゃないかな。おお、めっちゃ祭ってる。うわうわ。めっちゃいいサバじゃん。あ。逃げちゃった。おお、いいサバ。Thank you.
汚い手で食べる納豆巻きは美味しいです。またマダイ釣れちゃった。やった、立派なマダイじゃん。これね、下に落ちていくまでにベイトが口使っちゃうとそこの釣りが成立しなくなっちゃう。よし、ちょっと置き竿をしてみよう。お、当たった。おでかい。よっしゃ、いいサイズかもしんないこれ。で、うわ、レンコか、レンコ台。よっしゃー、レンコ台ゲット。かー。あ、梅雨時忘れた。忘れました。ですね、エソだけなら2桁超えました。2桁。ニゴくんももしかしてそれに加担した。おお。ブリが。お、さすが。うおー、よかサイズじゃん。あ、ハガツはもういいサイズだね。150ぐらいはですね。おお、いいね。美味しい竜田揚げがね。え、なんかゼロ。あ、ゼロ。サバしか来んかったです。いやいや、よかすよかす、ね、うわー、これちょっとじゃあタイと一匹交換しましょうか。はい、ちょっかこれ。よいしょ。おし、じゃあ釣り師さんに。コヤントでよかですか。あ、全然全然よかすか。じゃあトレードハガツを。あ、ありがとうと、うん、いただきます。はい、まだまだ。じゃあこれ、はい、トレードで、はい、うわ、綺麗なマダイ。はい、ということでですね、今回吹き流しっていう仕掛けで餌釣りオンリーでやってみました。もう釣果はね、ジギングよりはるかに釣れる。吹き流しハマるね。この餌釣りのポテンシャルを改めて実感しましたね。しばらくはね、餌釣りにハマってみようと思います。なんでそんなにいきなり餌釣りに転向したんですか。リュウちゃんがね、教えてくれた。餌の方がめっちゃ釣れる。
そんな真似ばっかりしてたらつまりませんよ。いや、つまりませんよ。そんな真似ばっかりしてたらダメですよ。そうだけど、最近ね、もうジギングもカエラバも全然釣れなくて、ちょっとマンネリしてたところにこうカンフル剤的な餌釣りの釣り方を教えてもらったからね、もうなんか無敵感があるね。うわ、目がめっちゃ腫れてるじゃん。かわいそうに。グラインダーで削ってて、なんか鉄粉がピュンって入って、それが全く取れないんですよね。はい、Twitter、Instagram の方もやっておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回もママチャンネルご視聴ありがとうございました。でーん、でーん、あー、眠い。ちょっと寝て帰ろうかな。